が出てそれがつながるといけそうな感じが出てきますもんね、はい、盛んに日立の方はレフトからに合わせまして、本当に180台の中に入りますと身長は173センチで目立ちませんが、藤田シャープな動き、堀に当たりが出てきましたね。あ、そうですね、はい、打撃としてはちょっと楽になってきましたよね。浜瀬の速攻、ベンチを見ますと日立の控えの選手がまただいぶ戻ってきたようです。2人だけ向こうでやっています。3対3の同点で第4セット、このセットを日立が取りますと勝ちます。4対3です。トスが乱れました。第4セット得点が5対3、日立が2ポイントリードを奪ったところで南英の作戦タイムです。日立に負けたで今攻めてないの、打ったり決まったんだよ。僕は勝負なんで、今勝負なんで、勝負なんで、ここで踏まなかったらいつ頑張るの。顔変えてさ、今頑張るんださっきのムードがないよ。しかしこうやってみるとその若い人たちというのはそれぞれの個性が出てチームカラーになっていくんですか ね今のね聞いてますと、米田監督の話中にですね、稲垣選手はじーっと真剣な顔をして聞いてるし、はい、小野選手は体を動かしてもなんか顔変えてやろうよとかっていう声が入ってますよね。しかし日立サービスエースで6対3になりました。第1セット第2セットは日立が取りまして、第3セットは大英が取りました。試合は第4セットに入って6対3とサーブ権を持っている日立リード。大林、これで日立が7対3としました。昨日はこの日立チームが成人式組が軸になろうとして金棒に痛い1敗を喫しまして現在4勝1敗。ナイスレシーブ、堀。一方の大英チームは現在日本リーグは2勝3敗です。試合は第4セットに入っています。7対3、川瀬と杉山の間にボールが来たんですね。もう川瀬選手、杉山選手頼っちゃいけないですよ。今度はセッターに戻しました。これはアウトです。今あの荒木田さんからいつまでも杉山選手に頼ってちゃいけませんよというふうなニュアンスのお話が出かかったんですが、気持ちの上では若い人たちはどうなんですかね、はい、やはりあの若手でですね、その6人の若い者がやっていいって言われたらもう最後まで若い者だけでやりたい、若い者だけで勝ちたいという気持ちがあるんですよね。あ、さあこれで7対5から8対5になりました。3点差になったところで作戦タイムです。4.5 でこうやらないからな。ヘイでも組み直せよ。ダメだったら上やるともうガンガン攻めとくよ。向こうから逃げてたからもうガンガン攻めとくよ。行った行った行った、行け行け、いかがですか。やはり今のところですね、大英がサーブレシーブの時にミスが出てますよね。そして連続日立に連続ポイントされてますから、もっとこう攻撃的にっていう先ほどの話もありましたけれど もう自分たちが もっと攻めに回っていいと思うんですね。外野の方が今のような感じですね。なるほど、どうもサーブレシーブに回るとちょっと弱気になってますよね、はい、堀方はここで梅津を入れてきます。9対5、4点差です。大英の方はもう2セットを失っています。川瀬がサーブレシーブ、
速い攻撃です。武藤185センチ、この人も昨日が成人式、ブロックの上でしたね今のは。まあ、成人式と言いながらこの人たちには成人式どころではないソウルへの道があります。杉山第1セット、第2セット、第3セット、そして第4セット、途中からいずれも入っている杉山、その杉山の力を借りながら若い人たちが2つ活躍して日本リーグ優勝と、そしてソウルへつながろうというところ、しかしこれはアウトになりましてサイドアウト。セットカウントは2対1です。川瀬、松沢が飛び込んでいきました。入ってきた梅津、ダイレクト、ナイスレシーブ、武藤ですね。梅津、もう一回武藤が行こうとしたんですが今度はレシーブできません。しかしオリンピックとか世界選手権ワールドカップレベルで考えますと、今の武藤が飛び込んでいったように185から190台の人がああいう風に、はい、飛び込んであげるのが当たり前ですからね。そうなんですよね。もう今 の、 あの世界のバレーのは190台、まあ、1メートル90ですね、もうあの考えられなかったその女性がですね現れてきましたからね。2点差9対7、ソ連のようにですね、もうあのセッター以外はほとんど185以上というそういうチームがもう世界的に見て増えてきましたからね、はい、なんとかそれに追いつこうというのが今の日立の若いメンバー。このネットを越えてません。さあ主審の西口さんがホイッスルを吹きまして、サーブ権が日立に移ります。9対7、これもネットを越えません。今のようなですね、10対7です。あのサーブレシーブからの攻撃がどうしても日立のブロックが高いですから、それを意識しすぎだと思うんですよね。そうですか、これもブロック。藤田和佐さん、はい、木下さんどうぞ。あの熊本で同時進行中の注目の日本電機対伊東洋華堂なんですが、第1セット15対11で日本電機、第2セットも15対11で日本電機、そして現在第3セット0対6で伊東洋華堂がリードしているということです。ああ、そうですか。そういえばこの日本リーグはこの日立を中心にイトーヨーカドー、日本電機、この3チームが現在激しく首位争いをしております。ですからこの日立も一戦一戦が大事になってくるわけですよね。そうですね、まあ、あのそういった意味で、まあ、ほとんどの選手がですね全日本に入っている日立にしてみれば、監督っていうのはですね日本リーグも勝たなきゃいけない、で、まあ、ソウルも勝たなきゃいけないということで、いろんな選手企業の面でこの山田監督の胸の中ってのは複雑じゃないでしょうかね。そうですね、堀12対7からポイント大英で12対8、昨日の敗戦が相当響いているだけにかなり激を飛ばします山田監督。4点差、ホイッスルは大英の方の反則です。タッチネットがありましたね。主審が西口さん、今映っている背中が主審の吉村さん。和瀬さん、はい、木下さん、日本で、あ、失礼いたしました、日立なんですけれどもベテラン選手がウォームアップに参りました。ああ、そうですか。大英がメンバーチェンジで男沢を入れてきます。そして11番の椿本も入れてきます。得点は12対8。木下アナウンサーからリポートが入りましたけれど、ゾロゾロとやってきましたね。これは角度のある速い攻撃です、はい、当然高いですね打点が。ソウルオリンピックの中心選手です大林。あーこれはミスです。12対8から13対8になりました。第4セット、日立はすでに2セットを取っています。これで日立がこの試合のマッチポイントを握りました。大英メンバーチェンジ、日立が昨日日本リーグ金棒に痛い1敗を喫しまして現在4勝1敗。日立として若いメンバーを見極めながら優勝も狙って、そして
自ら若いメンバーを引き連れてソウルを戦いたいという日立の山田監督。第4セット14対8、日立がマッチポイントを握っています。チャンスボール決まりました。昨日は手痛い一敗を喫しました日立ですが、今日はさすがに成人式を迎えて可憐な乙女たちが膨らみ始めたつぼみ、そのつぼみがやはり一つずつ杉山ベテランの助けを借りながら大きく花開こうとしております。セットカウントは3対1で日立が大栄を破りまして、これで日立は一敗を守りました。さあこの試合を簡単に振り返ってください。はい、あの日立としてはやはり昨日の敗戦のショックがですね尾を引いてまして、あまりバレー的にはそんないいバレーしてなかったんですが、それをあの杉山が非常によくカバーしてくれましたね。そうですね、はい、それとあとあの日立が大栄が非常にバレーをしたんですけれども勝てなかったっていうのはいいところで、その自分たちのミスが出てしまった。なるほど、はい、それが非常に大きかったですね。最後に今杉山が映っていますが、この杉山を軸にして藤田、そして武藤、大林、この辺の若いメンバーソウルへつながる道としてお願いします。そうですね、やはりあの若手で頑張ってほしいという気持ちもありますけれども、いや今のところ杉山のレフトなしではですねちょっとまだ無理かなというのがあるんですね。なるほど、まあ、でも杉山の力を借りながら、そして徐々に自分たちのバレーができていくようになれば、そして最後は杉山さん休んでてください、ね、今日は私たちがやりますからねっていうぐらい、まあ、それぐらいになってほしいし、なる日ももう近いんじゃないかと思いますよ。そうですか、はい、その杉山あるいは今日は竹内もちょっと一旦コートに入ったんですが、本当にもうお姉さんたちいいですよ、最後は私たちがやりますからというような日が本当に早く来てほしいものでありますよね、はい、そうですね、まあ、あの明るい材料としては非常にあの大林選手がですねもうコンスタントにいいプレーができるようになったということ、そういうふうに一人ずつがですね徐々にこういいプレーうまくなっていくと、まあ、そういう日ももうそうですねバルセロナ前も行かなく、まあ、ソウルオリンピックの前ぐらいにですね、そういう体制になってくるんじゃないかと思います。そうですか、どうも解説ありがとうございました。ありがとうございました。